KNVB ベイカーはオランダのサッカークラブチームが毎年参戦して開催される勝ち抜き戦。KNVB カップ、オランダカップ、オランダハイとも表記される。KNVB とはオランダサッカー協会の略称である。1899年にイングランドの FA カップをモデルとして始められた。優勝チームは UEFA ヨーロッパリーグ。 さらにヨハン・クライフス・スハールの出場権を得る。出場資格があるのは全アマチュアクラブと全プロクラブ。以前はリザーブチームも参加していたが、現在は参加資格がない。1995年にビールメーカーアームステルがスポンサーとなりアムステルカップに解消された。2005年からはゲータレードがスポンサーとなり、ゲータレードカップとなったが、2006年に KNVB ベーカーに戻った。以前は1回戦はすべてアマチュアクラブ同士の対戦で、プロクラブは2回戦からの登場だったが、2016から2017シーズンから大会規定が変更。アマチュアクラブが2ラウンドの予選を行い、全プロクラブも参加して64チームで第1ラウンドを開始する。二千七から零八シーズンからシード制を廃止しており二回戦でいきなり、 ビッグクラブ同士の戦いとなることもある。決勝戦は1八十九年以来デカイプで開催されている。二千九から十シーズンは決勝がアヤックスとフェーエノールとの対戦となり、両クラブの対戦ではアウェーサポーター受け入れが禁止されていたためにデカイプとアムステルダム割レナでホームアウェー方式で開催されることになった。二千十五から二千十六シーズンにはフェーエノールとが 全6ラウンドでエールリビジのクラブを破っての優勝という大会史上初の快挙を達成した。ありがとうございます。